根津智美ちゃんです。僕今東京にいてて大阪に戻ってユニバに行くんですけども、僕いつも東京から大阪に行く時ってウィラーの安い夜行バスに乗ってるんですけども、今回は奮発してウィラーの高級夜行バスのリボーンに乗ります。でこの夜行バス特に高い高速バスなんで初めて乗るから超楽しみ。じゃあ早速乗っていきます。高級夜行バス初で、ここからはナレーションでお伝えするんですけども、今回は東京大手町からバスに乗っていきます。で値段はこんな感じです。で日によったら1万円越す日もあります。いやー初めての高級夜行バス超楽しみ。いつも安いのしか乗らへんから。でやってきましたリボーン。わー外装めっちゃ可愛い。ちょっとピンク色なんやな。もうついに初乗車です。で今の夜行バスはアルコールしないと乗れないです。で絨毯見たら名前入りの絨毯なんですよ。あまり見かけないから超珍しい。でこちらがリボーンです。で特徴は何と言っても壁に囲まれた半個室のような座席なんですよ。で座席は2席1席構造で全てで18席あります。でこれが今回僕が寝る場所です。でやっぱり壁に囲まれてるから他の人の視線を感じないのがすごいいい。でもちろん上には荷物置きがあるんですけども、ここの座席行くまでの通路が超狭いんよ。これは不便でした。で各座席の左側にはライトのボタンがあって、でこのボタンを押したらライトが光るんですけども、シートの中にあるので光漏れの心配がないんですよ。あと枕もあります。でこの枕はちょっぴりふかふかタイプでして、この枕なんと上下に動かすことができるんですよ。だから自分の好きな位置に調整することができます。で座席の左側にはドリンクホルダーがあって、500ミリまでのドリンクを収納することができます。でブランケットも置いてました。で各座席の下に靴置き場があって、くぼみの上に足を乗せることができます。あと各座席の天井には電気をつけることができて、エアコン設備もあって風量を調整することができます。便利。あと各座席の右側にはコンセントもあります。あと各座席に机があるんですけども、机の大きさはかなりの広さでした。もう新幹線とか特急列車とかも顔負けの広さですっごい便利でした。でもまあそこまでつかないけどね。で今回のお供は多いお茶とヨーグルト組み、この組み合わせ最高なんよね。で多いお茶をドリンクホルダーにちょっとね収納します。やっぱ横にドリンクホルダーがある分前かがみにならなくても取れるからすごい便利よね。なかなかないよこういう夜行バス、めっちゃ揺れとる。あとこのバスの一番の特徴はリクライニングがあるんですよ。でこのリクライニングを押したら太ももの背が上がって、ちょっとほぼ寝てるような状態にできるんですよ。でこれなんですけども角度調整も自由やから、自分の好きな角度に調整できるのが最高。あと背もたれもボタン一つで自由に倒すことができるんですけども、やっぱり半個室だから後ろの人に気を使わなくても自由に倒すことができるのがメリットなんですよ。じゃあ最大限に倒していきます。おーすごい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 。もうほぼ寝てるような感覚になります。これ超快適でした。で足元もやっぱふくらはぎ置きが上がってる状態なんで、もうベッド状態、最高に寝れた。では26歳独身男性の優雅な夜行バスナイトルーティンを見てください。でここの夜行バスは、まあ、それぞれ、まあ、半個室なんで、匂いがきつくない食べ物なら自由に食べることが可能です。あ
なんかこの顔ムカつくなぁ。もう自分でも言うけどムカつくなぁ。ムカつくって思った方はぜひ高評価ください。腹立つー。でゆっくりと夜の東京の街を走ってます。で基本的に夜行バスは3、4回ほどサービスエリアに泊まります。で今回は3回サービスエリアに泊まります。もう夜も遅いんで皆さんもぐっすり寝てるかと思います。静かに過ごしましょう。でまずは海老名サービスエリアに23時15分に到着しました。でこの海老名サービスエリアは大阪東京区間もしくは東京大阪で夜行バスに行くときはもう必ずで行って日ほど泊まるサービスエリアです。もう僕の友達です。もうおなじみのサービスエリアです。でも今回のリボーンなんですけどもバスの中にトイレがないんですよ。僕てっきり高級夜行バスやからトイレあると思ったんですけども、トイレは各サービスエリアで済ませないといけないです。これちょっぴり悲しかった。でもせっかくなんでここの海老名サービスエリアを紹介していきます。でここにはいろんな東京お土産、まあ関東のお土産があります。あと食べ物とかもありますし飲み物とかもあります。だからもう食べ物には不自由がない。で、まあ別に今回、まあ、食べ物とか買う気はないんで、もうそのまま戻ります。あと、夜行バスあるあるやけど、夜行バスの場所が分かりにくくなるんで、動画とかで証拠を収めておくのがいいです。あと、ここのリボンの夜行バスなんですけども、やっぱ高級夜行バスやから Wi-Fi があるかなと思ったら、Wi-Fi もないんすよ。それもちょっぴりちょっと悲しかった。でまた戻ってきました。なんで俺の寝床いつも汚いんやろ。じゃあまあ寝ますわ。いやマジでもう椅子が快適で23時30分に海老名サービスエリアを出発しました。で海老名サービスエリアを出発したら消灯の時間がやってきます。だいたい消灯は11時半過ぎかな。暗くなった。で次のサービスエリアに到着しました。もう2時35分やからね、こんな深夜にサービスエリア行くことないよ。でもちろんサービスエリアごとにトイレに行きます。まあついでにここのサービスエリアも紹介します。でゲームコーナーもあったり、あとは深夜の2時なのに中のお店は開いてました。すごいな。やっぱこんな深夜でもやっぱサービスエリアを利用する方もいらっしゃるんですね。うん、あ俺や。で屋台とか一応食堂とかもあるんですけども、まあそれらに関したら今の時間帯は閉店中です。でほらYouTuber が大好きな2000円ガチャもありました。でまた夜行バスに戻って寝ます。もうずっと寝れるここで。え次のサービスエリアに到着しました。でここのサービスエリア名物の可愛いタヌキちゃんもいました。毎回見る。でここのサービスエリアの中も紹介するんですけども、いろんなものが売ってました。まあ主に滋賀県のお土産とかが売ってましたね。あと飲み物とかもありましたし、あとはセブンイレブンもありました。あと定食屋さんなんですけども、朝の時間帯から開店してました。でもね、何もすることなかったんでまた夜行バスに戻ります。飲んでいてって話やな。いやこの椅子1台欲しいわ家に。京都駅八丈口バス停で降りのお客様、車内にお忘れ物落とし物なさいませんよう、お手回り品再度ご確認の上お降りください。朝の6時8分に京都駅八丈口に着きました。まあ、今回の夜行バスは京都に泊まってから大阪に行きます。でもうそろそろ着いたかな。やっ
ップは片目死んでるからもう鬼太郎みたいになってる。で、7時10分にユイラーバスターミナル大阪梅田に到着しました。まあ梅田から夜行バス乗るなら大体この駅ですね。いやー楽しいバス旅やった。はい、じゃあ今回はウィラー夜行バスの高級夜行バスのリボーンに乗ったんですけども、こちらはまあ通常の夜行バスの大体2倍ぐらいの価格なんですけども、もうなんかベッドの上でずっと寝てるような感覚、めっちゃ快適に過ごした。でこの夜行バスってやっぱ朝に着くのがすごい利点なんですけども、いやほんま旅行とか行く方は朝から遊びたい方はこのイラー夜行バスを使ったらもう超快適に過ごせるからおすすめで、普通の夜行バスの2倍の価格やから。で普通の夜行バスって椅子が硬かったりめっちゃ寝にくかったりするんですけども、この夜行バスはそんなことがないからめっちゃ良かった。でもねトイレがついてなかったんですよ。これがちょっと残念でしたでもこれからまたこのイラー夜行バスリボン使う方はまたこの動画参考にしてください。で僕はちょっとね今からねユニバに行ってきます。今ちょっと大阪駅なんですけども、まあ、大阪駅から、まあ、電車に乗って行ってきます。で大阪駅からユニバまでの行き方なんですけども、1番線に乗って、まあ、ユニバまでの直行の電車もしくは西九条乗り換えの電車に乗ってユニバの駅に着くことができます。だいたい1回ぐらい乗り換えかな、最大で。で、みんな大好き、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに到着しました。はい、じゃあ無事ユニバに着きました。で、今回の夜行バス、めちゃくちゃ快適に寝れたんで、これから行く予定の方はまた参考にしてください。でまたこの動画が好評でしたらまたいろんな夜行バスとかも紹介するんで今のうちに高評価お願いいたします。はい、じゃあこれからもいろんな動画あげるんで、ちょっとグッドボタン、通知ボタンも忘れてあげてね。バーイ。